はい、マスカー馬券チャンネルでございます。今回も怪談の話ですが、まあこの話はね、まあ怖かったというかちょっと不思議だったんで、あんまりこの前回同様ちょっとこうね、何々淳二さんみたいな喋り方でいかない形でいこうと思います。僕がですね、あるキャラソンの歌を歌うお仕事を振っていただきまして、でスタジオに向かった時のことです。一般的にね、皆さん多分テレビとかでよくミュージシャンの方が歌ってるシーンとか見ると思うので、まあレコーディングスタジオってこういうもんかなみたいなイメージはあるんですが、まあ時によってはあのハウススタジオというんでしょうか、あのマンションの一室をちょっと改造して、ね、そこでちゃんと収録できるようなこういうスタジオも結構多いんですよ。そのキャラソンを撮るときはそういうスタジオで収録をするという話だったんで、まあマネージャーと向かいました。で、まあおはようございます、まあすぐ撮りましょうみたいな感じでブースの中入ったんですよ。で、まあ普通にこう上からですね、マイクが置いてあって、さあ歌おうかなってパッて下見たら、目線のこの下のとこに男の子、小学校低学年ぐらいかな、男の子がしゃがんでんですよね。まあね、皆さんもわかると思いますが、収録スタジオにまず子供はいないでしょう。いやー、これ絶対そっち系かと思ったんですが、じゃあ怖いというよりちょっと嫌な感じだったんで、もう早く収録してしまおうと。まあね、だってなんか幽霊っぽいのいますから、あのちょっと収録中止してもらえませんかなんて言えませんから。で、まあ1時間ちょいぐらいかな、うん、なんかフルで3本か4本歌って、でなんかこういいとこをこう切り張りというんですか、上げ下げというんですか、あのするから大丈夫ですよみたいな感じで瞬時に終わったんです。あー、よっ、通った、あーってブースから出たら、マネージャーが駆け寄ってきて、マスカーさん大丈夫でしたか、見えてましたよねって言って、なんとマネージャーもその変な雰囲気というか、まあ変な少年というかもう見えていたらしいんですよね。僕ね、あの意外に霊感的なこうなんか能力のある人身近にいっぱいいるんだなと思って、少しびっくりしたお話でございました。